よし。ちょっと探索したいな。鍵先持ってはったらもらえへんのかな。けへんのかな、向こう。せやな。宝箱取りたい。無理なんかな。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。どうやらあの予言通り、俺はお前を助ける運命にあるらしいな。今は詳しく話してる時間はねえ。さあ、お前から先に行きな。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。OK。行きますね。地図は見えないですね。やれ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 。お、なんかある。薬草。鍵がかかっている。おこまか。どうだ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 。マップがないとわかんないですよね。あ、やばい。おい、見つけたぞ。こっちだ。割れた。くそ、抜けるぞ。逃げろー。逃げるぞ、こっちだ。はい、追いついちゃう。どっち？こっち。こっちだ。はい、うう、バレるバレる。すごい短いね、範囲が。今やー。よし、橋を渡るぞ。やばいやばい、絶対絶命。ちっ、しつこい奴らだ。おお、やばいやばい。おいおい、マジか。うわー、最悪。
やばい。無事か？おかげで兵士たちを振り切れたな。よし、余裕や。この先から出られるかもしれねえ。先へ進もうぜ。よし。お、セーブセーブ。こっちは行けへんね。何もない。よし、じゃあ進みます。やばい、ドラゴンや。待て、強いタイプのドラゴンや。共に戦って勝てる相手じゃない。さっさと逃げるぞ。了解。逃げろ逃げろ。やばいやばいやばい。逃げるぞ。むずいむずい、操作むずい。ああ、やばいやばいやばい。一発取ったな。さすがにここまでは。来ちゃった。しつこいやつだ。止まったら戦うことになっちゃうかな。止まったらっていうか、あの、当たったら。早く逃げるぞ。無理無理、絶対勝てへんから。いやー、モンスターも逃げてるよね。勝てへんと思うんで逃げます。そうか、魔物にぶつかったらあかんねや。早く逃げるぞ。やばいやばい、魔物邪魔よ。みんな逃げて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 、当たる当たる。もう、体験版の時こんなならへんだのに。また逃げる。え、また最初からかな。うわ、ちょっと面倒くさいな。ダッシュするからあかんのかも。早く逃げるぞ。ダッシュボタン押さんでいいかも。厄介だ。モンスターも出てこへんかした。あ、メタルスライム。でもメタルスライムもあれしてダメってことですよね、結局は。オッケー、開けた開けた。絶対この匂いとかでわかると思う。行ってか。ふう、危ねえ危ねえ。なんとか振り切ったな。
かし何だってあんな魔物が城の地下なんかに。とにかく作業急ごうぜ。誰かが買ってんやで、あれ絶対。王様こそ魔王なんじゃない本当は。で勇者あれして閉じ込めてるんだ。バレたバレた。無理無理。やばいやばい。助かったか。やれやれ、こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。見つけたぞ悪魔の子だ。悪魔の子じゃないよ。ひどい。おいおい、マジかよ。逃げるぞ勇者様。やられたな。やばい。いたぞ、この先だ。くそ、もう追っ手が。いいか、よく聞くんだ。ここで捕まったらお前も俺も長くは生きられねえ。行くぞ。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。おい貴様ら、何をするつもりだ。俺の名前は神、覚えておいてくれよな。スクエアニックスプレゼンツ。
はい。あ、はい。おい、起きろよ。よう、ようやくお目覚めか。ここはデルカダールの外れにある教会だ。お前、あれからずっと気を失ってたんだぜ。勇者の奇跡ってやつを信じて崖から飛び降りたが、どうやらその賭けには勝ったらしい。たく、何が起きたかわからねえが、気づいた時には無傷で崖下の森の中さ。大したもんだな、勇者ってのは。さて、これでお前も俺も仲良くお尋ね者ってわけだ。のんびり休んでるわけにもいかないが、まずは俺たちを助けてくれたシスターに礼を言っておくとするか。条約書、よしよし。こんにちは。あら、旅の方、お連れの方のお体はよろしいのかしら。なあ、もうバッチリさ。あんたのおかげで助かったぜ。よかった、それは何よりです。ですが、お気をつけて。先ほど不穏な話を耳にしました。何でも凶悪な囚人たちが牢を脱走しこの辺りをうろついているそうです。一体どんな恐ろしい人物なのか。すいません。そいつは大変だね。それでその町の様子はどうなっているんだ。町は何とも物々しい雰囲気です。逃走中の二人の囚人を追って兵士の方々が懸命に探されています。それにあの大英雄グレイグ将軍までもが囚人が来た医師という村への道を封鎖しに自ら南の渓谷地帯へ出陣されたとか。あら、ごめんなさい、不安にさせてしまったわね。大丈夫、きっとすぐに悪人は捕まりますよ。それまではこの教会を宿と思ってお好きに使ってくださいな。なあ、そうだな、すまないが少し世話になるぜ。外の風にでも当たりながら、これからのことを少し話さないか。うん、よーし。医師の村、聞いたこともないが、あの渓谷地帯に村があるとは驚いたな。みんななんかびっくり、驚かされますよね。そんなところにみたいな。村のこと気になるだろうが早まるなよ。今来た道を戻ったところでグレイグの野郎に捕まるだけだ。奴に見つからず医師の村に行くには別の裏道を使うしかない。俺ならその道を知っている。なんだったら案内してやってもいいぜ。だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルカダールの城下町に忘れ物があってな、そいつを取り戻しておきたいんだ。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろ。オッケー、よし、決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ、適当なもん探してきてやる。ほら、こいつを着て顔を隠しな。兵士どもが待ち受ける城下町にそのままの格好じゃ戻れないだろう。可愛くなった。お尋ね者らしくなって箔がついたじゃねえか。それじゃ北に向かって町に戻るぞ。どうやら予言によると、
俺はお前を助ける運命にあるらしい。改めてよろしく頼むぜ、勇者様。お願いします。亀が仲間に加わった筋肉みたいになってる。よし、連携は2人以上で同時に行う強力な技ゾーンね、オッケー。よし、ちょっとじゃあ探索して、何かあるか、あ、宝箱や。とんがり帽子、装備ちょっと見ておこうかな。とんがり帽子、お、いいね、いいね。とんがり帽子、なくはない。めっちゃ道あるやん、ここの井戸すごい入り組んで、小さな鱗、井戸の下こんなんあるってすごいなんかいいですよね。探検、私小学生の頃になんか用水路っていうんですかね、その住んでたところのなんていうんやろ、あれ、うん、普通の溝じゃなくて幅が 1.5 ぐらいで、高さも多分2メートルぐらいあるようななんか溝があったんですけど、その中に入って探検するの好きでしたね。今やったらめちゃくちゃ怒られるやろけどん？あ、連携技ね、シャドウアタック。おっ、 OK、 金のネックレスってなんか OK、 お互いが存状態ね。はーい、この人男の人なんや、なんかちょっと女性的な格好してある。ではちょっと進みましょうか。でゾーンに入ってアリスナさんってことよね。どこどこ、あー、探索したい。ちょっとじゃあこの辺探索してきます。あ、来た来た、連携、シャドウアタック、いくぞ、やばっ、はぁ、おぉ、強い。俺たちの勝ちだ。オッケー、これでクエスト、オッケーね、オッケーオッケー。じゃあひしひしと感じてきやがる、そのまなざし、その立ち振る舞い金のネックレス3人のね、はいはい、京都は素晴らしい。
金のネックレスで、これ金のね、ブレスレット持ってますもんね。エマの守りごめんやけど、ちょっと外すね。こっちにエマのお守りあげようかな。あ、エマのお守りは、そっか、ブーメランとか持ってんねや。オッケー。でしたらちょっと行きましょうか。ピターって寝てた。かわいい。ベビーかわいい。やっつけちゃって申し訳ないけど。そう。やったー。よいしょ。マジかよ。お、早速。やばいやばい。死んじゃうとこやった。助かったぜ。そしたらレベルが8ぐらいまで、8ですね、で上がったんで、ちょっと次進んでいこうと思います。ちょっと回復だけしといて、よし。そしたら、カミューがなんか忘れてきたものも、デルカダールの城下町の方に見に行きたいと思います。こちらね。うん、お、光ってる。どうすんの。レッドベリーできるのかな。よいしょ。ここにもいる。これ本当何なんでしょうね、この小玉みたいなやつ。何の意味があるのかな。体験版をやってる時も明かされなかったんですよ。結局何のことかわからなくて。ならず者がどうのこうのって言ったとこですね。上の城下町とは違う雰囲気で驚いたら、ならず者たちが暮らす吐きだめ。ここもまたデルカダールの一つの顔さ。1年前、俺は相棒のデクと協力し、古代からデルカダール王国に伝わる秘宝レッドオーブを盗み出した。まあ下手を打って捕まりはしたが、あらかじめオーブは後から回収できるよう安全な場所に隠しておいたのさ。まっすぐ進んだ先に城下町のゴミを集めたでっかいゴミ捨て場がある。その奥を掘り返してオーブを埋めたんだ。やつら自分たちが出したゴミの中に自分たちのお宝が隠されてるなんて夢にも思ってないだろうぜ。さあさっさと回収しに行こう。ゴミ捨て場はこの奥だ。え、あ、宿屋さんね。はい、また来ます。
登れる？これはただ登れるだけだね。OK。ここはネズミや。こっちは何でもないね。OK。みんなでジェットを探してるんだけど全然見つからないや。かくれんぼの達人。Z ね。よし。おお、渡れる、すごい。あ、いる、あいつ。こいつ。見てる。私のこと見てる。なんだろうね、ほんまに。素早さの種、やった。使っとこ。忘れちゃうでね、取った時に使わへんと。素早さの種。よし、この上は登れへんのかな。探るとこいっぱいありますね。あ、看板立ってる。ここから先に行きたい人は壁沿いをゆっくり慎重に進むべし。なるほど。よいしょ、よいしょ。こっちに渡るのね。これは落ちひんのかな。すごい入り組んでる。こっち話してちゃう？ジェットくん？違う、大人や。まさかここまで来てこんなになると、なんとか解決する方法はないものか。ん？何してはんや。おお、なんかでもありそう。とりあえず窓、あんなところに宝箱が。あ、そんなことないな。降りちゃおう。降りへん？よいしょ。お、行くのは銀貨。オッケー。よし。ここや。着いたぜ、ここだ。すぐにオーブを回収するから、お前は邪魔が入らないよう見張っててくれ。オッケー。間違いない、確かこの辺りに。ないない。バカな、なんでないんだ。この場所を知っているのは俺とあとあいつくらいしか。まさかデクの野郎、オーブを持ち逃げしやがったのか。デクの野郎、見つけ出して締め上げてやれ。お前にもあいつを探すの手伝ってもらうぜ。デクの足取りを追うんだ。この先に俺たちが昔ねぐらにしていた下宿がある。2階建ての建物だからすぐに分かるはずだ。まずはそこへ行くぞ。 OK。 よし。
がちょっとどこにいるのかな。抜けたらしくて。なるほど。無理だね。了解。よし、そしたらジェットがでも見つからへんな。はい、とりあえずここ行きましょう。いいな、全く変わってないぜ。ここは俺とデクが盗賊だった頃、随分と世話になっていた下宿なんだ。おい、おかみ、おかみはいないか。俺だ、神だ、聞きたいことがある。いない。おかみは留守か。弱ったな。あの人ならデクの居場所が分かると思ったんだが。まあ焦ったところで仕方がないか。まずはお上を探し出してデクの居場所を聞き出そう。お前は町の東側にある日の宮蔵からお上を探してくれ。はい。お上は見ればすぐに分かるぜ。この辺じゃただ一人の赤髪だからな。俺は別の場所を探すとするぜ。オッケー。よし、じゃあ行ってみましょう。こっちか。さっきのね、板がなんか床板がどうのこうのって言って貼るとこがあれですよね。怪しい。もう通れるようになってる？あ。ん？あっち行け。帰れ。悪い顔してある。でもここのエリアにいてあんだけお金があるってことはちょっとあれですよね。あ、アドリコさんかな。待て、来るな。めっちゃのんきに来る。今の人ですね。でもちょっとこっち通れるかな。まだ無理？あ、そっか。なんかでもあっちですよね、絶対。怪しい。なんかあるぞ。まったく、おかん。おお、ふくよかな赤髪のおばちゃんが下宿の方に向かったんだな。なら話は早い。早速おかみに会いに行くさ。よし。よう、おかみ、久しぶりだな。ん？いらっしゃいまし。今日はお泊まりかし。あんたまさか神ちゃんかい。城の連中に捕まってたんじゃないのかい。ひょっとして城下町を騒がせてる脱獄衆ってのは。うん、どうやら訳ありみたいだね。やれやれ、相変わらず危なっかしい子だよ。そう言うなよ。あんたに迷惑はかけないさ。デクの野郎を探してるんだ。どこにいるか知らないか。
大山、まあ、懐かしい名前だことけど最近この辺りじゃ見かけないね。なんでも城下町のお城の近くで店を始めて随分と忙しくしてるらしいよ。羽振りが良くて結構なことさ。おいおい、店を始めるったってあいつそんな金持ってなかっただろ。しかも城の近くといえば一等地じゃねえか。いや待てよ、まさかオーブを。おっと、他人の事情には首を突っ込まないのがこの町のルールだ。これ以上知りたければ自分で聞いてみるんだね。ここまで教えてくれたの。礼を言うぜ、おかみ。行こうぜ。OK。デカが城下町で店をやってるだと？あの野郎、俺とオーブを売りやがったんだ。締め上げてオーブの行方を吐かせてやれ。城下町はあの門を越えた先だ。邪魔な門番には金を握らせるか。だが旅立ち前に余計な出費は避けたいな。そういえばあの門番犬に弱いんだっけか。なら誰かに犬を借りて突破しようぜ。目指すは城下町、城の近くのデクの店だ。オッケー。の前にちょっとまたあの板直ってへんか見に行ってこよ。あ、ほら降りてきたはも。おお、ジェットがいるよね。オッケーオッケー。ジェット見つけたらなんかもらえるかな。よし、いけるいける。ここ登って、ここが立って登って登って、すごい。こんなとこ危ないよ。こんなとこ危ないよね。よし。オッケー。もういっぱい登るとこある。普通に人歩いてるし。ああ、なるほどね。怖いよね、この高いの。あ、あの人じゃない。ちょっと、その前の宝箱。教えてくれたんです。あ、やってた。下宿の神のおばちゃん、若い頃露天の酒場にダイアナにそっくり。うん、へえ。おばちゃんで、あ、なるほどね。あの酒場にいた人かな。オッケー。門番にラブレター書くの？ああ、なるほどね。ダイアナが今度からあれになっちゃいますね。会うたびにややこしいことになっちゃう。え、そしたら門番のあれじゃない？犬のクエストじゃなくて、さっき、あともう一つ気になってた、あのなんか上の方にいてなんか困った困ったって言ってはった人、あれも気になる。
持ってるよ。お、まさかの抜け穴が、抜け道？やった。ってことは、犬を借りるのと、ジェット探すのと、で、あとこの下に抜け道を通らせてもらうっていうのと、3通りあるんですね。ラブレター書いてもらったのに。あ、ラブレター飛ばされちゃって使えなくなっちゃった。あ、来た来た。どこから出てきたん？え、どこから？あ、ここなんや。うーん、覚えとかないとね。あ、入ってくれてる。オッケーオッケー。よし。そしたら、どこに行ったらいいんやったっけ。こっちやね。あー、そういうことね。それで、あのロープの通る道があんねや。なるほど。オッケーオッケー。どこやったかな。よし、順調順調。ここやね。オッケー。で、なんかここが確かこのコーナーって言ってたんですよ、ここね。ほら、へえ、なかなかいい店じゃないか。いらっしゃい。うちで扱ってる品はどれも全部一流の品物よ。よじゃあ一流の宝石、例えばオーブなんかも扱ってるのか。あ、兄貴久しぶりだな、デク。兄貴、カミューの兄貴、お化けじゃない本物の兄貴だ。無事でよかった。ずっと心配してたんだよ。おい、ひっつくな。離れろ、むさ苦しい。ねえ、ったく、調子のいいこと言いやがって。この店だって俺を裏切ってオーブを売った金で始めたんじゃないのか。裏切るわけないよ。兄貴のことは一日だって忘れたことなかったよ。店も兄貴を助けるために始めたんだから。なんだから。はあ、俺を助けるため？なんだそれ。大体元盗賊がやってるにしては随分立派な店じゃないか。私、盗みの才能はいまいちだったけど商売の才能はあったみたいよ。兄貴が捕まってなんとか命だけでも助けようといろいろ考えたのよ。ほっといたらどんなひどいことされるか。だから私、オーブを拾ったと嘘ついて王様にオーブを返したのよ。それでもらった賞金で商売始めたのよ。商売で稼いだ金は城の兵士にばらまいて兄貴が早く出てこられるよう裏から手を回したってわけ。はあ、牢の床にでかい穴を開けても見つからなかったのはそのせいか。妙に監視が緩くて気になっちゃいたが。でしょでしょ、
きっと私の渡した賄賂が牢の兵士たちにも聞いていたんだよ。わかった。だがって悪かった。礼を言うぜ相棒。兄貴、分かってくれて嬉しいよ。けどな、これでオーブは行方知れずか。それなら大丈夫、安心しちゃってよ兄貴。ちょっと店の外までついてきて。なんか特殊なアクション起きますけど、メダルは何に使えるんやったっけな。よし、こっちも入れる。どうしたんだよデク、何に安心しろって言うんだ。私、国にオーブを返した後も人を使ってオーブの行方ずっと追ってたのよ。兄貴が大事にしてたのを知ってたからね。オーブはグレイグ将軍が南のデルカダール神殿に移して厳重に守ってるらしいよ。デルカダール神殿だって？うん、確かデルカダール神殿はここから南東、お前の住んでた石とかいう村も多分同じ方角だな。なるほど、手間が省けてちょうどいい。早速デルカダール神殿に向かうとするか。デク、お前も一緒に来るか。残念だけど行けないよ。商売始めた後私嫁さんもらって、それに店のこともほっとけないよ。順風満帆ね。そういやお前は昔から商売やりたいってよく言ってたもんな。分かったよ、嫁さんを大事にしろよな。それじゃあ足がつかないうちに出発するか。デク、世話になったな。達者で暮らせよ。兄貴も元気でね。あと連れの人も、私の分も兄貴のことをよろしく。全然こっち見て喋ってくれへんよ。あ、見た。はい。南門は兵士だらけで突破は無理だな。グレイグの部下が相手じゃ賄賂を握らせてってのも難しいだろう。仕方ない、遠回りになるが、デルカダールの丘の南の裏道を抜けてデルカダール神殿へ向かうか。OK。 ついでに一種の村にも寄っていこう。というわけで一度仮装に戻るぞ。兄貴、あっちから行くって言うならくれぐれも気をつけてよ。あの先に広がるナプガーナ密林は、迷い込んだら二度と出られない危険なジャングルって話なんだよ。噂に聞く秘境、ナプガーナ密林か。だが道はそれしかないんだ。上等だ、やってやるさ。